悲しみが近づかないようにブラインド閉じてちゃ窓をエンジェルとんでも気づけない図書室の本棚に隠れキスをした二人の熱いハートビート戻らない
私を呼ぶわ。切なさの深さより愛は尊いのね。抱きしめて悲しみのない国へ連れて行ってマイラー。目を閉じればあなたがいる、いつだって寂しさを吸ってどんなものか浅川は知りませんでした。その瞬間はドキドキものかと思いましたが、案外あっさりとその時はやってきました。そうです、浅川はオーストラリアで生まれて初めてのキスをしてしまったんです。ファーストキスは誰としたかって、誰なんて言いませんよ。恥ずかしがってるんじゃないって、恥ずかしくなんてありませんよ。だって浅香のファーストキスの相手は魚だったんですから。それもオーストラリアの可愛くって元気のいいやつ。ファーストキスの味、それはお刺身の味。Thank you.
出会った馬鹿
オーストラリアは南半球にある。だから北半球にある日本の気候とオーストラリアの気候は全く逆なの。浅香がオーストラリアに行ったのは12月。だから私はサマークリスマスを体験したのだ。海で泳ぎながらのクリスマス、これはなかなかのものだったぜ。ん？なんだって？そんなことぐらい知ってるって？じゃあこれはどうだ。なんといっても南半球はすごいんだぞ。お日様は西から昇り東に沈むし、そのおかげで時計は左回りをする。だからあんなにオーストラリアの人は明るいんだなと浅香は納得した。それに空港にはカンガルーのポーターがいるし、タクシーなんかもカンガルーが運転してしまうのだ。ホテルのフロントではコアラがコアラ語を喋って愛嬌を振りまいている。こんな楽しい国はない。それもこれも浅香は赤道のおかげではないかと思っている。太平洋に浮かぶ赤い道、幅 2km の地球を一周するレッドロードはシルクロードより偉大だ。飛行機から赤道を見た時は感動ものだった、なんてね。そんなんだったら浅香はとっても幸せになるんだけどね。終わり。
ことね。天使じゃない。